エルスタルは、ベルギーの自治体。ワロン地域のリエージュ州に属し、すぐ近くをマース川が流れる。古くは、エリスタルと呼ばれたほか、英語風にハースタルとも表記される。リエージュの北東 5km に位置するため、人口およそ60万人のグレーターリエージュの一部を構成している。自治体は、旧来のミルモール、ボッタン、リエの各コミューンが合併して誕生したが、 ディエは、現在のジュプレルと土地を分け合った。現在は、大手重機メーカーの工場があり、地域で雇用を創出している。マース川のほとり、地域資源にも恵まれた、この地には、紀元前5000年期から人が定住していた。ローマ時代が終わり、メロビング町が勃興すると村落は、軍事拠点となり、ヘアアストルとして知られていた。 トンゲレンとアーヘンをつなぐ街道はこの地でマース川を渡ったことから交通の要衝でもあった。リエージュ中心部に建てられたカール大帝像。彫刻家のルイジェオットによって1867年に作成されたメロビング王テウデリク三世の元アウストラシアやネウストリアの救済を務めたピピン二世はトンゲレン、マーストリヒト、リエージュなどの都市に近いこの地を 居住地と定めた。彼は、トゥール・ポワティエ間の戦いでの決定的勝利により、アラブ人の北西ヨーロッパへの侵略を阻んだ、カール・マルテルの父でもある。さらに、マルテルの孫のカール大帝もおそらくエルスタルで生まれ、最低でも15年は済んだとされる。しかし、カール大帝がアーヘンに、中心地を移したのに伴い、帝国の中心都市としてのエルスタルの中世の栄光は、 終焉を迎えた。町は12世紀の終わりにブラバント広国の一部となった帝ロタリンギア広国に組み込まれた。リエージュの間近に位置しながら1740年に当時のベルゲンのジョルジュルイ氏教がプロイセン王フリードリヒ2世からこの地を買収するまでリエージュ市教領には属さなかった。その当時、町は主に陶芸、タンや時計などの職人の町として知られていた。 19世紀に入ると、エルスタルは、石炭と鉄鋼の町になった。1889年には、国営軍需企業のファブリックナショナルがこの地で創業し、世界的に知られるようになったほか、バイクメーカーも相次いで創業した。第一次世界大戦中の1914年8月7日には、侵攻したドイツ軍によって27人が殺され、10件の家屋が壊された。 ファブリックナショナル社製の拳銃、第二次世界大戦後、重工業は長きにわたり不振にあえぎ、この地域の働き口も急速に減っていった。しかし今日、エルスタルの経済は復活を遂げ、欧州宇宙機関のロケット、アリアンの精密部品を製造したテックスペース社など200以上の企業がある。1664年の建物内にある博物館には、戦士時代や、 ガロローマ文化の出土品やファブリックナショナルのサンプル品といった地元製の工業製品のコレクションが展示されている。ピッピンの塔の壁にはカール大帝の宮殿に使われていた建材が用いられていると考えられている。ありがとうございます。